岡野の診療院の岡野です。えっ、ー、と、柔道整復師の国家試験問題の漏洩事件について続報ですね。まあ、報道に関しては、あの、ここ1週間、2週間ですかないんですけれども、えー、SNS などに新しい情報がありましたので、えー、お知らせしたいなというふうに思います。一応3件ですね。1件目は、えー、関与なしの、えー、今回の事件に関して関与なしという専門学科がもう一つ増えましたよということと、 あとは、えー、全国柔道整復師統合協議会というところが、えー、厚生労働省に、えー、要望書を出したということですね、でこの内容を、えー、お知らせしますということと、あともう一つは、ですね、えー、と試験委員の方一人逮捕されてますよね、その方が所属していた専門学校が、えー、関係者に対して、えー、文書を出していたと。 いうことで、その文書について SNS でリークがありましたので、その内容について、具体名は、個人名とかを具体名は伏せてお知らせしようかなというふうに思います。まず一つ目ですね、関与なしの専門学校が、日本健康医療専門学校というところが関与なしということで、 報告ががお、えー、お知らせが出ておりましたということで、えー、日本健康医療専門学校、えー、スポーツ健康医療専門学校関東柔道整復専門学校東京医療福祉専門学校この4つの、えー、専門学校は、えー、内部の調査の結果柔道整復師国家試験問題、えー、漏洩事件に関しては関与はなかったということで、えー、お知らせが出ております。で、次で次すね えー、全柔道征服し統合協議会というところが、えー、厚生労働省に出した要望書についてまずは読んでみたいと思います、えー、要望書、えー、平素は平会の、えー、事業運営に深いご理解を賜り、えー、厚く御礼申し上げます令和四年十月五日 え柔道政服市の国家試験問題を漏洩したとして、公益社団法人柔道政服研修研試験財団理事、かっこ兼任）人、えー、公益社団法人日本柔道政服市、税道政府士会副会長が、えー、逮捕されました、えー。公益法人役員が起こした今回の事件は、えー、国家 試験も国家試験制度に対する国民の皆様の信頼を損ない国民医療の一翼を担う柔道政府師の施術に対する信頼も失墜しかねない大問題であります個人契約柔道政府市及び請求団体の統合団体である全国柔道政府師統合協議会会員施術所約 15, 1万5251箇所として今回の 道今回の国家試験問題の漏洩事件を重く受け止め、公益法人役員が起こした事件ではございますが、同じ柔道整復師の業界団体として、皆様に心からお詫び申し上げます。これから事件の真相は明らかになると思われますが、国家試験の問題作成を担当する試験委員の任命方法など、国家試験の問題作成のあり方について、 必要な見直しを行っていくべきと考えており閉会も全国全面的に協力していく所存でございますまた今回の国家試験問題の漏洩事件につきましては報道されている通り複数の柔道制服師の養成施設が家宅捜査されており該当の養成施設だけでなく他の養成施設などの、えー、学生にも がが広がり、り会にも多数の相談をいいただいております。国家試験問題を漏えいした関係者に対する処分及び再発防止策を検討することは当然のことでありますが動揺は広がっている学生へのケアおよび,並びに2023年3月に実施される柔道整復師国家試験を受験する学生に対して 今回の事件の影響は及ばないよう特段の配慮を賜りますよう要望いたします。ということで、えー、要望書が出てるんですけども、ここでちょっと私があのちょっと気づいたことがあって、えー、報道されている通り、複数の柔道整復師の養成施設が家宅捜査されておりっていうふうに書いてありますよね。これ報道されてるのって一箇所だけですよね。だから、 もしかしたら報道は一か所なんだけれども実際は複数の、えー、養成施設がつまり専門学校が、えー、個宅操捜査、えー、されているようだということがここでちょっと、ね、読み取れるんですよね。はい、で、あと、えー、この要望書の要点をちょっとまとめてみたんですけれども、えー、一つは、えー、試験委員の任命方法をちょっと考えた方がいいんじゃないのということですね。でもう一個はその 国家試験の問題作成のあり方っていうのも考えた方がいいよねって考え直した方がいいよねってことですねでその方に関しては、えー、見直しをすることに対して、えー、協力もしますよというふうに言ってますであとはですね関係者をちゃんと処分してくださいっていうのと、えー、再発防止策っていうのをちゃんと考えてほしいっていうことですねあとは学生へのケアということを言っております あとは、えー、受験生に事件の影響を及ばないようにするための特段の配慮が必要だということで、要望書が出ておるということなんですけれども、まあ、えっ、ー、と、まあ、一番重要なのは、今度来年行われる柔道整復師の国家試験が、えー、疑惑を持たれたまま行わないということが重要なのかなと思います。えー、なんか話によると、もう、 9月の末のところで 9, 9月の末か10月の初めにもうすでに、えー、次回の、えー、来年の3月に行われる柔道整復師の国家試験問題ってのもう完成してるようなんですよねですので逮捕されたその試験委員が作った試験問題っていうのもそこには含まれてるということでだからすでにもしかしたらその試験問題っていうのはすでに、えー、と次回の分ですね 全てではないにしろその試験委員が逮捕されず試験委員が作った問題っていうのは既に漏洩されている可能性っていうのは捨てきれないわけなんでそうであれならば、まあえっと、疑惑を持たれないようにするためにはまずは試験委員を、えー、全部入れ替えてで新たに急いで、えー、国家試験問題を作り直すっていうのがおそらくフェアな、えー、疑惑を持たれないようにするために。 行ううううべき方法ななんだろうなといいうふにに個人的には、えー、思いますかねただもう一個、えー、この要望書には、えー、とこう関係者の処分をちゃんとしてくれっていうふうなことも書いてあるんですけどもこの関係者っていうのが実は、えー、と2人逮捕されてるわけですねこの、えー、行団の、えー、と試験研修試験財団の理事だった方とあと試験委員の方一人ずつなんですけれども。えー SNS で回っている内部文書のリークによると、えー、どうも、ですねこの専門学校、えー、試験員の行っていた専門学校の、えー、教員4人もあ合わせて5人ですね、えー、退職させられているということなので実は関係者って、えー、逮捕されている。 2人だけじゃなくて少なくともこの教員4名っていうのも、えー、関係者であろうということが、えー、言えるかなと思うんですよね。ですんで、えー、実際関係者全部を含めるとさらにたくさんの人が今回の事件に関わってたんじゃないかなってことがうかがえるわけなんでこの人たちはこう逮捕されるのかされないのかっていうのはちょっと私にはわ、えー、からない状況ですよね。ですんですの、まあ、まずはその 今 SNS で出回っているこの内部情報について、えー、ちょっと文章を読み上げたいと思います。これ、関係者閣議ということで、この、えー、試験委員の以前勤めていた専門学校が、えー、関係者に対して出している文章ですね。えー、不祥事についての報告ということで、えー、学園の理事長の名前で出ております。えー、日頃は本校の 教育活動にご理解とご協力賜り誠にありがとうございます。表題の件につき、以下のとおり報告申し上げます。今般、これは学校の名前ですね、が管理・運営する、これは学校の名前ですね、ある専門学校に勤務に指定していた非常勤講師の、これ個人に逮捕された人の名前です。が、 2022年3月6日に行われた柔道整復師国家試験の試験問題を事前に漏えいしたとして10月5日に逮捕されましたまた本年9月上旬に他の教員4名が何らかの形で本件に関わっていた疑いが強まり即日予備調査を行うとともに内部調査委員会を設置し 慎重かつ入念に調査した結果、これが事実であると判,明しました判断しましたので、えー、本学園の、えー、就業規則等の内規にのっとって、えー、内規に則して適正に処分するとともに、えー、当該職員全員が2022年9月30日付で退職したことをご報告申し上げます。 内部調査委員会には法的かつ公正・公平な、えー、調査を実施するために、えー、日本弁護士連合会にが策定した、えー、企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインにのっとって、えー、本学園と利害関係のない弁護士に、えー、参画していただき専門家としての知見と経験に基づく徹底した調査を実施しました。 上述のことにより欠員を生じた、えー、担任や学生指導等については他教員による保管、えー、がすでに完了しておりますまた学園としては学校諸活動全般に関しても悪影響を及ぼすことのないよう最善の体制で、えー、試みますので、えー、従前にも増したご理解とご協力をお願い申し上げる次第です また本件は関係する当事者の人権に配慮する上で現時点ではつまびらかに開示できない事柄などもありますご理解賜りますようお願い申し上げます今後の学校運営につきましては本学園職教職員一丸となってより一層の改善改革を尽くしてまいります、えー、上手した5名の 退職に伴い多大なご迷惑、ご心配をおすすになり、改めて心よりお詫び、深くお詫び申し上げ、報告させていただきます。以上ということになっております、はい。ですので、逮捕された方以外に最低でも4名の方がこの事件に関わってたということがこれではわかるということですね。あとは9月30日にこの 逮捕された方のほか4名がこの学校を、えー、退職しているということも、えー、ここで分かるかなというふうに思います。ということで、まあ、報道にはされてはいないんですけども、えー、とそれなりにだんだんいろんなことが分かってきてくるかなというふうなところですかね。はい、まああのー、現時点ではつまびらかにできないこともあるということなんでそれがつまびらかになるのがいつのことなのかなということは。 考えられるところですかね、まあ、いずれにしましてもこの、えー、事件がですね進展がまだ、えっと、報道の関してはわからないんですけれども、えー、いろいろと内部の情報っていうのは少しずつ出てくる状況があるなというふうに感じるところです。ということで今回は以上になりますごご視聴いいただきありがとうございます。